はい。皆さん、こんにちは。ワナルユルビジです。今回は、プレイステーション機動戦士ゼータガンダム、シャアディスク、クワトロ編の続きをプレイしていきたいと思います。では、早速、続きをプレイしていきましょう。キリマンジャロのアラス。ダカールでの連邦議会以降、ジャミトフ・ハイマンはキリマンジャロ基地へ移動した。ジャミトフの足取りを追い、カラバはキリマンジャロへ総攻撃を開始。アーガマも衛星軌道から支援したが、ゼータと百式は地上に降りる結果となり、アムロ・レイの部隊と合流した。ティターンズの総帥、そしてブレックス准将を殺害させた張本人がここにいる。カラバの突撃部隊から連絡があった。ジャミトフがシャトルで空へ脱出するようだ。さあ、サイコガンダムですね。サイコガンダムもこれ弾幕貼るタイプかな。ちょっと戦いづらいな。これ今のやつフィンガービームライフル的なものですかね。さらに拡散メガ粒子砲、これがかわしづらい。今のが本当にかわせないですね。なので、しかもライフルを撃っても敵が、サイコガンダムがシールドを構えるとダメージがあまり取れないわ。今のメガ粒子砲、拡散メガ粒子砲よりもこのフィンガーライフル、フィンガービームライフル的なものの方がちょっときついかな。さらにこの突進してくるときにしっかりシールドをつけてくるので、これもまあ厄介っちゃ厄介ですね。なので、横に大きくスウェーというか動きながら、ライフルを撃ってった方が、今のフィンガーライフルを受けずに済みますが、左右に小刻みにしてると逆に、ちょっと食らいやすいかなと思いました。逃がさん、ジャミトフ。王とかいう強化人間のプレッシャーか。ミスミス逃がすとは。同じ過ちを繰り返す。まったく。僕はあなたのことをもうクワトロ隊員とは呼びませんよ。あなたはシャアーズナブルに戻らなくてはいけないんです。そうだな、カミーユ。カミーユはいいのか。大丈夫だろう。繊細すぎるのは若いからだ。そうだな。君に乗せてもらうことにしてよかったと思っている。今のままではすぐに落とされる。迷うことはないはずだ。あなたしか今のエウーゴを率いる者はいないんだから。自分一人の運命さえ決断できない男がか。大衆は常に英雄を求めている。私に道化を演じろということか。あなたに舞台が回ってきただけだ。シナリオを書き換えたわけじゃない。変わっていくものだろう。正体不明機の侵入の方がありました。一時休会いたします。意にございませんね。議長の決断が遅すぎる。エウーゴはどこに来てるんだ。閉会するな。この席を借りたい。エウーゴのものです。エウ
私はエウーゴのクワトロバジーナ大尉であります。そしてこの話をする前にもう一つ知っておいてもらいたいことがあります。それは私はかつてシャア・アズナブルという名で呼ばれたこともある男だ。ジオンの赤い彗星だというのか。私はこの場を借りてジオンの意志を継ぐ者として語りたい。もちろんジオン公国のシャアとしてではなく、ジオン大君の子としてである。兄さん、人は長い間地球というゆりかごの中で戯れてきた。しかし時はすでに人類を地球から巣立たせる時が来たのだ。その後に及んでなぜ人類同士が戦い地球を汚染しなければいけないのだ。現にティタンズはこのような時にも戦闘を仕掛けてくる。彼らはかつての地球連邦から膨れ上がり、逆らう者を全て悪と称しているが、それこそ悪であり人類全体を衰退させていると言い切れる。兄さんは父の意志を継いで政治家になるように、まだ戦いの中に身を置きたがっているの。もし兄さんが大君の血を引く者として自分を瞳悟空だと思い、エウーゴを率いていこうというのであれば、やはり私の手で兄さんを殺さねばならないのかも。でも今の私は普通の女よ。ニュータイプになり損ないの。戦争は当分続く。はい、バトルシーン、実際に操作するのは少なかったですが、アニメにないようなシーンも多くあって見応えのある内容だったかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。